どうもなおちんです。さあ、今日もファイアーエムレム無双をやっていきましょう。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日は新キャラ、隠しキャラを入手しましたので、使っていきたいと思います。このキャラクターですね。ソティスです。入手方法ですけども、実質メニュー、こっから名声値の交換ですね。で、今出てないんですけども、キャラクターの解放っていうのが出てます。そこから解放してください。解放条件は、ゲームを一度クリアすることですね。一周とりあえずクリアしてみてください。入手することができます。ソティスの能力値がこんな感じです。初期レベルは50。となっておりまして、魔力がめちゃくちゃ高いキャラクターとなっております。で、最初の、ジョブなんだけども、これ、グレモリーをつけておりました。けどもね、ソティスはグレモリーよりも、エピタフの方が絶対向いてます。エピタフが間違いないです。なぜかっていうと、まず装備だね。この検定の派遣。これがベレスとソティスの、専用武器となっております。これをつけた時のソティスがとにかく強いです。むちゃくちゃ強い。スキルがね、ものすごいマッチするんですよ。これ、神祖の戯れ。300ヒットごとにいずれかの属性の魔法陣を展開。大きく強化された属性攻撃を自動で行う。ですね。これがとにかく強くって、剣士系との相性抜群です。で、それとこれだね、このスキル。魔法武器の達人。すべての攻撃を魔力で計算する。これがあるといい。さらに、両刀使いだね。物理攻撃は自身の魔力に応じて、魔法攻撃は自身の力に応じてダメージが増加する。というやつです。はい。では、早速、使ってみましょう。それでは行きましょう。技にはアグネアの矢、そして破天が入ってます。アグネアの矢っていうのが、最強の黒魔法なんだよね。とんでもないダメージを叩き出します。で、破天かな？この破天っていうのが、天帝の覇権、これを装備した時に、発動する専用の技となっております。で、ヒット数が900を超えると魔法陣が3つ生成されます。これのね、魔法ダメージがとんでもないのよ。で、この魔法が1回攻撃するにあたって1発発動します。なので、手数が多いキャラクターとの相性がいい。ということで、この剣士系との相性がめちゃくちゃいいんですよ。魔法系だったらばね、あんまり魔法がそこまでね、ガンガン振らないんだけども、剣士系になると魔法をバンバン振らせてくれるので、ダメージが全然違います。なんでやっぱね、専用装備があるならば、それを使った方が間違いないですよ。ソティスは絶対に剣士系で使うことをおすすめします。くらえ。はい。では、このまま、最後の方まで突き進んでいきましょう。むちゃくちゃ強いよ。はい、第3陣まで来ました。ここも行きましょう。で、このね、魔法陣なんだけども、もう倒したんかい。早いな。魔法陣なんだけども、このヒット数がね、元に戻ると消えちゃうんですよ。なんで、このヒット数を、長持ちさせるスキルが確か誰かでね、覚えれたんだよね。それをつけるとさらにいいかもしれない。意外とこのヒット数って消えやすいんだよね。なのでそれの延長がついてると絶対いいはず。しゃあくらえ。強すぎるやろ本当に異常だもんね。とにかく、力はね、まだ30ぐらいしかないんですよ、ソティス。30ぐらいだけども、まあ、魔力と、一緒になってるのかな？魔力の攻撃がプラスされてるんだよね。それでこんなダメージなので、これね、力も上げて、で魔力も最大まで強化すると、これむちゃくちゃ強くなる。多分ね、キャラクターとしてはソティスが最強キャラじゃない？おそらく。便利なのは主人公だと思うよ。便利なのは間違いなく主人公だと思います。だって高速移動がねできるので、ものすごく便利っていうのは主人公だけども、ガチの戦闘力としてはソティスが一番強いのではないでしょうか。うん、レアもね大概強いんだけども、ソティスはね、このね魔法陣がやばすぎるのよね、ダメージがとにかく。なんでおそらく最強キャラはこの子じゃないかな。まあまあ、この300ヒット以上ねいかないと、魔法陣を生成しないっていうのもあるんで、ちょっと戦い方にはね癖があるんだけども、でもそれでも全然いいね。300ヒット、600ヒット、900ヒットと、どんどん出していけば全く問題なくいけるんで、まずは周りの敵からね出しておいでやっていけばいい。最強魔法異常でしょ、このダメージこれはやばすぎる。終わり。いやー、ソティスは剣士系で使うのを本当におすすめします。はい、ということで今日は隠しキャラソティス使ってみました。能力値がこんな感じですね。力34の魔力86です。力34であれだからね、多分、120まで上げるとすごいことになると思う。力と魔力両方ともで、速さによってダメージ上がるっていうやつもあったんで、そういうやつも速さ120までしてつけたりするとやばそうですね。で、必殺技なんかも、技なんかもまだねレベル2、さっきまで1だったんだよね。レベル3と3にするととんでもないダメージになるので、まあソティスはね今後、まああと1日で上がるとは思うんだけども、120までレベル上げてみようと思います。こいつはマジで強いです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。